日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP がついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社となり、今回は日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について詳しく見ていきますね。なかなか日本国内で戦闘機エンジン開発が加速できないわけにも迫っています。2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP、グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表した。すでに、前年2021年の末には、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また、2022年2月には、新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していた。そのため、今回の、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを、公式に各国政府が認めて、満を持してのプレス発表であったと言ってよいだろう。イギリスとの日本の間での、各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでの、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に、区切りをつけるものとなった。太平洋戦争の敗戦によって、日本は、アメリカをはじめとする、連合国の管理下に置かれ、その施策の中で、軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も、無論、その中に組み込まれ、その開発技術も、大きく後退した。そのため、今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は、言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも、準国産化を推す声もあったが、それを行い得る機関部の製造は、技術的に困難だった。また、F2 戦闘機の開発が進められた時期は、まだまだ、日本経済が、アメリカに対しても、優位性を示していたこともあり、政治的にも、そうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯がある。ここで用いられたのが、F-16 ファイティングファルコンであり、F-2 戦闘機の開発では、各部に、かなり大掛かりな変更を加えたため、もはや、別の機体とすら言えるほどに、変化はしており、日本に、必須の対艦攻撃能力が強化された。しかし、完成した F-2 戦闘機を、その後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で、自由に、仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は、日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えよう。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して、日本では、自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に、各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていった。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていた。しかし、今回は結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という、初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもより、フラットで対等な関係での開発に、各方面から期待が寄せられている。そして、今回の日本における GCAP、
グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いている。これが、イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではある。もともと、こうした今の、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には、IHI 社が製造する国産の機関部の TOW を目指すことが有力視されていた。これは、IHI 社が、現在の防衛装備庁からの依頼の下で、それまでに通称、新進と呼称されていた、実証実験機用に開発した、XF-51 エンジンや、それをベースに、開発を進めた XF-9 エンジンが、すでに、2018年に試作機1機とはいえ、納入が行われたことが大きい。そこで製造された XF-9 エンジンは、地上における動作確認とはいえ、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示した。この XF-9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンであった。これは、この XF-9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていた。また、XF-9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素である。こうして掲げたスリム化、防衛努力という目標に対して、一定の数値的な達成を見せていた XF-9 エンジンではあるが、試作機として、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言える。それでも、悲願の国産の戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化するのかが注目される。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している。個人的にはロールス・ロイス社が持つ技術力は少なくとも IHI 社の XF-9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり、開発の主導権を握ると思える。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF-9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では、譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したい。IHI 社は、現在の社名となったのは2007年からだが、そってまでは、石川島播磨重工業社として、日本の重工業を支える一角として、
江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇る。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載する、ジェネラルエレクトリック社車の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものが、使用されている。IHI 社が開発し、実用化、量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品にも応用が模索されている。ちなみに、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、片や、最新鋭のイージス護衛艦である、マヤ型等の建造を手掛けている、ジャパンマリンユナイテッド社は、元は、IHI 社の造船部門から派生した企業である。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な感染経流施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では、巨額が動くことによって、トラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、
日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を、日米安全保障協議委員会、2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片越間に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島を、この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿屋や、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは種子島の西の表市です。ここでは2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致に、賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で、常駐させる予定です。そのために、種子島に宿舎を建設して、隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で、問題になっている過疎は、種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波日下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、
管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は10日間ほど昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間離着陸訓練では騒音問題が多発し、住民も防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では第7艦隊の空母艦載機が厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は厚木基地から硫黄島基地まで 1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとってはどうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入したようですが、残りわずかな面積はかつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは西之表市が所有する土地です。これをもって矢板西之表市長をはじめとする反対派が私有地をよりどころとして反対意見を表明しています。また、島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は大きな障害とはならないと考えているようですね。日本にとって、戦後以降、初の固定翼を運用実施する艦艇、護衛艦伊豆
モノ空母化改修が徐々にですが、完成に向かって計画が進んでいます。今回は F-35B 戦闘機着艦誘導装置をレイセウンと契約したとの情報をキャッチしました。実装後、F-35B 戦闘機納入し、いよいよ訓練開始ですね。ガガも改修が進んでいますしね。楽しみ。アメリカ海軍の名である航空システム司令部は、2023年2月7日に、日本に対する新たな対外有償軍事援助、FMS を発表。これは、航空母艦化改修を実施中である、ヘリコプター搭載護衛艦、リズモ、に向けたものだった。このヘリコプター搭載護衛艦、リズモ、に対するその内容は、レイセオンインテリジェンス&スペースが、提供を行う自衛パルスと呼ばれる装置を、860万ドル、日本円で、およそ 11.3 億円相当で供与するというものである。今回、アメリカのレイセオン社が、対外有償軍事援助、FMS を通して、提供を行う自衛パルスとは、ジョイントプレシジョンアプローチ&ランディングシステムの頭文字の略称で、着艦誘導装置の製品名である。ヘリコプター搭載護衛艦の、リズモ、及び、ガガ、の2隻は、アメリカは、ロッキード・マーチン社の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすべく、段階的に、航空母艦化改修を施されている。その中で、今回の自衛パルスと呼称される着艦誘導装置は、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型をより安全に運用することを可能とするべく、まず、1番艦の、リズモ、への実装の手続きが進んだものである。現時点では、実際に、リズモ、に対して自衛パルスの搭載が行われる時期は、来年の2024年度が見込まれており、対外有償軍事援助、FMS での実施となるため、実際の費用は、今回明かされた額よりも増加する可能性をはらんではいる。というのも、アメリカの対外有償軍事援助、FMS で提示される金額は、最初の時点では、見積もり金額であるためで、実際に支払う金額は、この分の前払い金に加え、不足時には、追加で徴収されるケースも生じてしまう、手法ではあるからだ。自衛パルスという装置そのものは、アメリカ海軍の11隻の大型原子力航空母艦、および強襲揚陸艦8隻と、すべての固定翼機を運用する艦艇に、すでに搭載されており、実績を含めて、非常に高い評価を勝ち得ているシステムである。アメリカ海軍以外でも、イギリス海軍の航空母艦のクイーン・エリザベスや、イタリア海軍の同、カブールにも自衛パルスは、すでに搭載されており、これら F-35 ライトニング 2B 型を運用する、艦艇の標準装備ともなっている。自衛パルス自体は、アメリカ海軍とレイセオン社とが、共同で開発を行ったシステムであり、F-35 ライトニング2であれば B 型だけでなく、通常の航空母艦用の C 型や F-A18 といった戦闘機、MV-22 オスプレイ等の艦載機に対応している。アメリカ海軍では、これらの航空機を、高点下でも安全で、自動的に、着艦を行えることを目的として自衛パルスを導入しており、通常であれば、高点とされる波の高さが、4メートルの場合でも、確実な着艦行動が行えると、評価されている。自衛パルスは、GPS による位置情報の取得と UHF 波による通信等を行うことで航空母艦や強襲揚陸艦への対象航空機の着艦を好天時まで包括し対応可能な仕組みであり、これが全天候型のシステムと呼称されるゆえんとなっている。自衛パルスの運用には対象となる航空機側にその信号を受信する装置と
専用の GPS 用のセンサを搭載させ、航空母艦等の側では、システムそのものである、電子機器類と信号を発信するアンテナを装備する形が必要となる。対象の航空機は、搭載する受信装置によって、GPS センサで、自らが取得したリアルタイムでの位置情報と、航空母艦等の側から発信される UHF 並みの、さらに高い精度の、その位置情報を照合して、正確な着艦を行うことが可能となる。航空母艦側からは、指向性の誘導用の電波をも発信させることができるため、降天時などで、対象航空機の操縦者が、物理的な視界の不良にさらされている場合でも、安全で確実な着艦誘導が行えるシステムとされている。着艦の誘導自体も、自衛パルスにおいては、すべてシステムが行う、自動制御も可能であり、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用において、最も難易度が高いと言われる、その行為を、完全にシステムで肩代わりさせることも実現させている。アメリカ海軍における自衛パルスの導入も、実は、それほど以前からのことではなく、2018年に、ワスプ級強襲揚陸艦の一番艦にして、ネームシップの、ワスプへの、F-35 ライトニング 2B 型の着艦が初であり、かなり新しいシステムでもある。ちなみに、出雲には、2021年10月に、四国の沖合の海域にて、山口県の岩国基地に駐機している、在日アメリカ軍の海兵隊に所属する F-35 ライトニング 2B 型が2機、初めての着艦を成功させたことも、当時大きく報じられた。この時の、出雲は、主として、飛行艦甲板への F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に対処するための耐熱工事が終了した段階であり、当然のことのながら自衛パルスは、未搭載であるため、海兵隊の同機は、手動で着艦を行ったものだ。自衛パルスを、当該の航空機や航空母艦側が搭載すれば、前述したように、完全に、自動モードでの着艦も、物理的には可能とはいえ、あくまでシステムである以上、搭乗者は、難易度の高い着艦技術を身につけることは、未だ必須と言えよう。今後も、現在、進行形で、航空母艦化改修が進められている、出雲、と、加賀、に対しては、こうした在日アメリカ軍の海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型が、運用試験やノウハウの蓄積のために、都度協力を仰ぐ形が想定されている。これは、今回の自衛パルスの導入など、物理的な必要機材の調達と並行して、アメリカ側に、必要なコストを支払いを行う形式で予算化されており、出雲、片護衛艦の航空母艦化は、もとより、アメリカ軍との連携強化の面でも、大きな意義があるのだろう。肝心の日本側の F-35 ライトニング 2B 型の導入については、現時点では、2024年度に、まず6機が調達される計画となっており、現時点では、これを皮切りに、総数で、42機の導入が打ち出されているというのが全てである。出雲、片護衛艦の航空母艦化改修が完了しても、その F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は、最大でも10機プラスアルファ程度と考えられており、艦艇への割り当てからすれば、単純計算では、倍以上の調達が見込まれている計算だ。これら F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の新田原基地への配備が有力視されており、加賀、が母港とする広島県の5基地や、今後、拠点としての整備が予定されている、鹿児島県の馬毛島へも、近いことが利点となるだろう。さらに、この配置は、南西諸島の防備を固める上でも、有効に作用すると思われ、現状では、
その防空を担う陸上滑走路は、沖縄本島の那覇基地しかないため、いざという、有事の際には出雲、片越艦が、移動可能な航空基地となることが期待される。先にも述べた通り、出雲、片越艦が、航空母艦化改修を終え、F-35 ライトニング 2B 型の運用が可能となるとしても、その想定される搭載機数の少なさから、そこまで期待するほどの戦力にはならないとの批判の声も、少なからずある。しかし、想定される台湾有事が、現実のものとなる場合には、中国側の攻撃が、沖縄本島に及ぶことは、ほぼ確実であり、その滑走路が使用不可能となる可能性は高く、別の手段で、航空戦力の投射を行う手段の確保は必須だろう。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ステルス性のが、希薄ないわゆる第4世代戦闘機ではある、規模以上の防空ミサイルが機能している状況下では、投入が困難であり、F-35 ライトニング2の持つ優位性は、さらに高まってきている。先月の2023年1月に、アメリカの軍事系のシンクタンクとして、著名な CSIS 戦略国際問題研究所が報告した台湾有事の際のシミュレーションでも、台湾、日本、アメリカの航空機に多数の損害が示唆されたが、それも第4世代機が多数だと思われる。海上自衛隊の双竜型潜水艦。その11番艦オウリュウにリチウムイオン電池が搭載されたのはご存知でしょうか？今回はその経緯について詳しく見ていきたいと思います。実は10番艦まではスターリングエンジンを搭載していました。でも11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたのです。その意味するところについても探っていきたいと思います。スターリングエンジンも良かったですが、低出力がネックとなり、現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更、高出力のバッテリー搭載が可能となりました。リチウムイオンバッテリーの進化は、今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいですね。最近は、エンジンではなく、蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージですが、もはや、エネルギー資源が、地球からどんどんなくなっていることも関係しているのでしょうか。巷ではサスティナブルが歌われていますが、この影響が、潜水艦にまで響いていると思うと、なんだか不思議な感覚です。海自の、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップクラスの性能と言われています。その、そう、竜型をさらに発展させた、太平洋型潜水艦の一番艦太平洋が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において、無事に進水しました。この、太平洋破層、竜型より、喫水線は、2Mほど深いそうです。排水量も、50トン上回るとのことで、海自としては、最も大きい潜水艦になります。艦名の太平洋ですが、漢字で書くと、大クジラです。当然クジラにちなんだものですね。実は、海自の潜水艦の艦名は、訓令に、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、付与されるというルールがあるのです。そう、竜型は、
縁起の良い随小動物である竜にちなんだ冠名で、漢字で書くと青竜となります。この名前は太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母青竜と同じですね。ということは、大クジラにもそういう歴史があるのではと思いますよね。その通り、大クジラも大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦というのは攻撃用というより、洋上で潜水艦への補給や乗組員の給養などの役目を担っていた艦艇です。時には潜水艦隊の旗艦になることもあったそうです。この潜水母艦大クジラは一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていました。太平洋戦争が始まった時に航空母艦劉邦に改装された大クジラですが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は主力空母を4隻も失ってしまったのです。この敗北によって、日本は、それ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになります。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが、悲劇の南雲中将です。彼を任命したのは、あの山本五十六司令官でした。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまいました。敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでもソロモン海戦などに参戦しましたが、昭和19年敵の猛攻を受けたサイパンの司令部で自決しました。どうしても山本五十六にスポットが当たりますが、英雄の陰にはこういった人物もいたことを忘れてはならないと思います。戦争ではこのような陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうですね。劉邦はミッドウェー海戦後、改めて正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しました。その後、広島の護軍港で防空砲台として使用され、1945年、昭和20年、日本が敗戦した1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦隊ゲイハ、オウリュウやトウリュウにも採用されているリチウムイオン蓄電池が搭載されています。ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているので、双流型2階よりさらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、流型2階には今までのスターリングエンジンは載せませんでした。もっとも最初はスターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったそうです。鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたようですね。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったのです。実際、10番艦までの建設費は1隻あたり517億円ほどだったのですが、高額なリチウム蓄電池を乗せるため643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったのです。経費は増えましたが、馬力は減ったと言われます。なぜならスターリングエンジンの、そう、流型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、オウリュウやトウリュウは公表値が5600馬力ですから、性能が低下したと感じてしまうのでしょう。確かに瞬発的な最大スピードは落ちます。しかしリチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあるのです。エネルギーを使用せずに蓄電池で動かす
というのは効率的にも良さそうですしね。ですから、中速から高速での長時間潜航が可能になりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるのです。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあります。鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、ミツル放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがありません。耐芸波、部分単柄構造になっていて、ハモキ型のフォルムをしていますが、船体構造にも新しい発想を取り入れています。一例ですが、武器課題と呼ばれる構造は、外国でも採用が進んでいる武器甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和する働きをします。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって、そう、流型よりも、一層静粛性が高くなっているのです。耐芸型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に、女性用寝室、シャワー室などを整備しました。今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられます。直近は、女性の海上自衛隊員も増えましたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなりましたが、女性用の寝室があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうですね。耐芸には、この他に、情報処理システムシーオンアイスターが採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっています。兵装については、親潮型や双流型と同じ、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを、発射可能な 533mm 魚雷発射管6門を設置しました。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷です。2022年2月までに、海自の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷です。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くため、おとり魚雷を見破る能力を持っているだけではありません。浅い海域では、海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂いやすいそうですが、その中でも、確実にターゲットを捉えて、フォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているそうです。さらに、最適なタイミングでの、起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、まさに、世界トップクラスの魚雷と言えましょう。ところで、潜水艦に関して、お隣韓国で何やら変わった、違った動きがあるようですよ。韓国が持っている、通常型潜水艦では、日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるというのです。原潜は、補給なしで、半永久的に、原子炉を動かすことができますから、セオリー上は浮上しなくても潜航したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電できますから、飲用水として、海水の淡水化なども、艦内でできると言われています。と言っても、原潜の建造には、巨額の費用がかかりますし、敗戦後の処理に、頭を抱える国が多いことは、知られている事実です。それでも韓国は、作りたいんでしょうか。最近は、韓国の軍事力や防衛力が、増加傾向にありますが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった、貪欲な姿勢から、
生まれるのでしょうか。日本にも源泉王という意見もあるのですが、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると必要な戦力とは言えないのではないでしょうか。つまり、日本の潜水艦戦略とは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。ということは、潜水艦が求める性能は、静粛性につきますよね。しかし、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。機関を止めて、海底にくっついていたとしても、音は発生してしまうのです。騒音を敵のソナーに探知され行き、源泉に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に充てた方がいいのではないかと思われます。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっています。だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が、時間と手間も、もちろん人員も削減できそうですよね。世界各国では、無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て、原子力潜水艦にこだわる必要は、ほとんどありません。日本も、早く世界に倣って、無人潜水艦の開発を進めてほしいものですね。